どうも皆さんこんばんは、オオカミのチャンネルへようこそ。本日はプラネットコースター遊園地経営やっていきたいと思います。さて修理が完了して、いや乗り物をもうちょっと本当に増やさないとお金がないな。これ何、これいらないけど、これ絶対でも地形を変えれないから難しいよね。この辺になんか空いてる、いやこの辺のこの外観のこれも全部一回撤去しようかな。あーすいませんね、撤去、地形は向こうだから景観で、あれ撤去ってなかったっけ、これか。この草を地道にどけても、なんか置けないかなこの辺に。本当にお金はとりあえず借りるとして、やっぱり大きいもの、ちょっと待って、いくら借りるかだよね。借り返せたのは まあこれだよね。1万ドルかな、1万ドルで作れるものを探さないといけない。ガイド全然桁が違うね。あこれいけるのか、いけるのか、あ全然いけるのか、あいけるのね、これはいけないね。いけるいける、5点、あーこれいけ、これいけるんだ。 5.3.96 マッドネス、これどっかに作れないかな。本当にこれさ、実は水の中に建てれるとかじゃないよね。絶対土地が足りないと思うんだよね。このライドだと絶対いけないと思うんだよな。あえ一瞬いけた今、あ怪しいな、ここ。これいけるんじゃない？実は頑張れば。いけないね。絶対いけるところがあると思う。もうだって、これ作らないとさ、ライド作らないとさ、どうにもならないと思うんだよね。多分だって乗り物ないと無理じゃない？これだって地形は増やしちゃいけないしさ、地形は変えちゃいけないステージだし、でもこれで評価がここまでしか上がらないってことは絶対乗り物を増やさないといけないと思うんだよね。これは大きすぎるか、立てれそうなものを探していく。絶対ほらなんか立ちそうだよねこの辺ね。頑張れば立つんじゃないこれ。なんか浮島形式で行くんじゃないのこれ。いや惜しいと思うんだよな、もうそれしか考えられない絶対。いやーこの草邪魔かな、ちょっとこの辺の草もきれいにどけていこうか。この辺外観に影響してないと思うし、これでどう、これなんか立ちそうじゃない、こういうのかな。いやこれ明らかに無理、これは無理。
でも水の中に柱が立つんだよな。乗り口さえちゃんとしてれば多分いけるんじゃないか。ちょっと大きすぎる、さすがに欲張りすぎ。いやなんかいけそうな気がする。ダメ。いや絶対立つよこれ、どっかに多分。それしか考えられない。ほらこれとか怪しくない。乗り物が立たないとさ、成り立たないと思うんだよね。さてどうする。こっち、いやこれダメか。いやどうしよう、もうワイルドブルーでもいいか。はい、まあそれどころじゃないんで。絶対これ立つんじゃない。これさ地形変えれないけど道は作れるとか、道を作れば浮島になるとかない、もしや。いやでもあんまりお金使いたくないな、これぐーって。あーでも道は作れそうだよな。これ乗り物しかないんだよな、本当に多分解決策は。絶対どっかに立つでしょこれ。無理？これ立てれば多分水上は水。なんでここダメなの？あ、お金がないから。これお金あればいける、もしや。いや違うよな。あ、それっぽい。お金があればいける？いやどうしようかなこれ。お金次第か多分。黒字になればいけるかもしれない。ということはまあ悪くないね。アトラクションね、評価低いね。まあ悪くない、悪くない、まあまあ悪くないでしょう。あーこれもうちょっと高くする、ちょっと上げてみようか。お金が欲しいからね。次これ、うーんなるほど。これ赤字っていうのまずくない。あここに書いてあるね、これよく見た方がいいね。利益、コスト、ああまあこれぐらいあれば十分だと思うけど。早い、なるほどね。気持ち上げる？この雑な2ずつとかがまずいのかな。まあまあいいでしょう。まあ悪くないね。もうちょっと上げてもいい、実は。ちょっと上げて様子を見ようか。さてお金が潤ってきたところでコースター全然いけないね。ライドは全然いけないね、桁が違う。はいはいはい、これとかさ、どっか立てるところに立ててさ、絶対どっかに立つでしょこれ。どこでもいいと思うね多分ね。これ水上とか行けないの？さすがに水上は無理。こ
とかすごい怪しいけど。これだって金額足りてるでしょ。あ、ほら絶対ここ立つもん。ここで2個は立てれるよね、そう考えると。いや、ここにどでかいのじゃあ作った方がいい気がするな。ただ何が立つのか、お金を借りないとわからない。こんなの立つ？これ置けてるってことは立つのかな。でも左の側のこのちょっと透明な埋まってる部分が気になるな。なんか怪しい気がするな、これは。さすがに透明はまずいと思うのか。全部出てないとダメだよね。これもまずいか。あ、お、これいける？実はこれ、実はいけるのか。これでかい乗り物が立てば収入は熱いよ。これなんかいけそうじゃない？いやー、お金を借りるかそれとも待つか。まあ一応返せる予算はある。返せる予算はあるはず。まあまあ一応黒字だからね。どうしようかな。次回借りて一発勝負に出るか。結構自利品だもんな、これ以上増えないもんな。まあ人数はゆっくりやってればいいかもしれないけど、価値とかもありえないもんね。多分そういうことだと思うんだよな。はい、じゃあちょっと次回セーブを挟んで一発逆転を狙っていきたいと思います。失敗したら最初からかもしれませんが、はい。それでは本日はこの辺で終わりたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オオカミでした。アディオスアミゴス。またね。